はい、どうも、こんにちは。ラクドルです。今日は、えっと、おもちゃ箱に、あ、なんかついてる。ええー、まぁ、あ、こんなものがあったんで、開けてみたら、すごいものが入ってたんで、こちらを紹介していきたいと思います。まぁ、あ、そこまでびっくりするはずだ、感じじゃないと思うんだけど、こんな感じ。はい。スライムが入ってるんですけれども、まぁ、あ、この、黄色い黄みのパラ、 君のダミーは置いといて、これなんですよ。僕ね、多分あれよくスライムで自作するんだけど、もうこれ、結構前に作ったスライムなんじゃないかな。でね、すごくいいの。伸びといい、粘り気といい、手にもくっつかないし、もう本当に、全部バランスが いいスライムがあったんですよ。で、これ、あれ、そんないいなんて、市販で買ったやつなんじゃねみたいな感じで、これも付いてるし、なんかこうやってドッキリ系、みたいな感じで思う人もいると思うんだけど、これは、えっと、他のドッキリの、の卵のやつで、そっちの方のスライムはもう、ベタベタになっちゃって、全然ダメダメで捨てちゃいました。あ,あ、これは作ったと思う。 確か僕もね、透明のやつを作った記憶があって。で、これちょっとピンクがかってるんだよね。わかるかなほら。すいません。話しちゃって。はい。あ、なんか。ほら、ピンクがかってるのわかるかなちょっと、こうやって伸ばしちゃうとわかりづらいと思うんだけど、ピンクがかってます。よ。でね、これのすごいことはね、まずは伸びるんですよ。 ほら、すっごく伸びる。で、もう、感触が違うんですよ。ぷにぷに。感じがもう、すごいのが違くて。で、とろけるの。こういう感じで、もう大裸端子現象みたいな感じなんだけど、普通に強く触ると硬いみたいなこんな感じなんだけど、こうやって持ってると、 なんか、とろけてくるんですよ。わかるかななんていうのキテティックサンドみたいに、待つととろけるみたいなさ。もう、とろとろ、とろとろになるの。ほんとにすごいの。もう、もうすごい。すごいの。<laughs> これを、どうにか伝えたくてね。もう、ほら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 。動画にしたんだけど、わかるかな伝わってほしい。伝わったらね、グッドボタン。高評価。どっちも同じだよ、わかる。コメントをお願いします。伝わったかなこれ。 本当にすごいの、すごいの、すごいでね、あれね、また、こういうところに保管していたのもあるんじゃないかなって思うんだけど、すげえ長持ちしてたね。いつの間にか。これは本当にいいスライムだ。<laughs> やっぱね、みんなね、あれ、そんなスライムなんか買わなくてもね、放射と洗濯のりと水さえあれで、もう分量、も 頑張ってやればす、めっちゃいいスライムできるよ、みんな。本当に、このスライムの良さをね、みんなに伝えたかった。これが、もう、ガチモンの一流スライムですね、はい。今まで作ってきたのとは違うんだよ、これ。でね、手のひらに乗っけると、この手の、えっと、なんて言うんだろう、こういうさ、 えー、さあ、こういう隙間あるじゃん。そういうのにやって、もうとろけすぎてそこに入っちゃうんだけど、それがまたベタベタしないの。すごくないですか本当に、もうこれベタベタなんかしない。もう、感動ですよー。よー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 よ,ーよ,ーよー。それでは、今日は、スライムが大好き。レゴルの、 動画でした。バイバイ。おならやめろああ、なんかつまんねえおちん。